それでございます上司が教えてくれない営業のコツ、今日はメール営業する上での知っておくべき三大原則ということをテーマで,です、ね、お伝えをしていきたいなと思います。まあ、これ、メールに限らずなんですが、まあ、広告、マーケティング界隈では言われていることで、まあ、基本的にこの3つのないですね、ということを意識しましょうということなんですが、結論から言うと、ですね読まない、信じない、動かないというところが、まあ、この営業、まあ、マーケティング、広告、プロモーションの時には、まあ、意識して設計をしなさいと。 というなんで,す、ねで、このメール営業における読まない、信じない、動かないっていうのはどういうことかっていうと、読まないっていうのは、そもそもメールを送ったのにも開いてもらえない、まあ、要は開封してもらえないということですね。なので、そのまま迷惑メールに入ってるとか、ゴミ箱に行ってしまう、開かれるの開かれないままゴミ箱に行っちゃうとかですね、それが読まないんですね。なので、こっちが渾身のメールで、これ読んでもらったら絶対人は動くはずだと。これを読んでもらえれば絶対うちのファンになってくれるはずだと。 意気込んでメールを送ってもですね、あの読まれない可能性って非常に高いというか、まあ、そもそも読まれない前提でメールを送りましょうというところですねこれあの実際に業界の平均とかでも開封率とかっていうのがメール配信ソフトとかで配信あの発表されてるんですよベンチマークっていうメール配信ソフトがあるんですけどここで業界の開封率とかですねそういうの出てるんですが大体平均で20%前後ですね15から20%っていうのがまあ開封率の平均って言われてるんですけどえー、と、まあ 15から20%パー。20%パーで2割ですよ。2割しかメールをちゃんと見てもらえないっていうようなところが言われてるということですね。でまあ、読,ま読まれない理由っていうのは、さっきお話しした、そのまま直接ゴミ箱に行ってしまっているのもあれば、メール自体が届いてないみたいなこともあるわけですよ。なんで、そういった問題もあって、読まれない可能性があるというところがまず一つ目で。次の信じないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、要は本文。 読んでもらえたとしても、いやいや、どうせ営業だから都合の良い,いことを言ってるんでしょうとか、プロモーション広告ってまあ宣伝であの結局買わせたいがための情報だから、半分、半分というか、ほとんど嘘でしょ、持ってるんでしょみたいなふうに思われてる可能性が非常に高いということですね。なんで、読まれたとしても、信じない、信じてもらえない可能性があるっていうことが、2つの壁ですよ。 はい、で最後3つ目が読んでももらえた、で内容もあ面白い、すごあこ,れこの人だったら信頼できるなと思ってもらえたんだけれども、まあ、最終のコンバージョンと言いますがやってほしいことですよね、例えばこのメールにご返信くださいとか、このページにクリックしてくださいっていうような、相手側への誘導アクションをしてもらえない、まあ、要は相手側がめんどくさいとか、忘れちゃったみたいな形で、最後動かないみたいなことがあると。 なので、この3つのない読まない、信じない、動かないというところをメール営業するときには意識をしてそれが起きないような設計をしましょうというところになります。 前回の動画でそのライティングスキルがメール営業で必要ですよとお話しさせてもらったんですが、ライティングスキルが高いっていうのはどういうことかっていうと、この読まない、信じない、動かないの壁をしっかりと乗り越えられる文章、仕組みっていうのを作れているかどうかっていうことですね。なので、読まない相手っていうのは、これ数字でいけばさっきお話しした通り開封率なんですが、しっかりとメールを開封してもらえる、開いてもらえるように、システムとかサーバーのをちゃんと見直しておくとかも大事ですし、あとはその件名ですよ、タイトル。 とかあと意外と見落としがちなのが送信者名ってあれ実は設定できるんですよ。その設定があのデフォルトのままなんとか担当みたいになってるとかだとアウトなのであの基本的にはやっぱ自分の名前が開かれやすいっていうのは個人名が開かれやすいっていううに言われているので名前に変えるとかですね。 そういう工夫が大事ですよということで、まあ、送信者名と件名が読まない壁を乗り越えるための大事なポイント。で、信じないっていうところは、これ、本文をいかにどうやって工夫していくかっていうところなので、まあ、信じてもらえるような本文、ライティングをするっていうことと、信じてもらうに値する情報を自分で作るっていうのも大事なんですよ。例えば、えー、と私、人材系の会社にずっといたんですけど、その人材系の、なんていうんですかねあの、大会というか、表彰みたいなのがあるんですよ、なんとかアワードみたいな。そこで選ばれるように。 工夫をして選ばれるようにちょっとマーケティングのプロモーションを打って宣伝もして選ばれればそれって何とか表彰されましたってこれ信頼に値する条件の1個ですよねあと他でいけば会社,会社を上場するとかもそうですしあの基本的に信じてもらうためには会社のブランドか商材のブランドか営業個人のブランドかどれかを高めていくしかないのでま信じてもらえるうに値する情報を自分で作っていくっていうのも大事なポイントになりますで最後動かないっていうところに対してまあどうやって動いてもらえるようにするかっていうところでまあ本文の中でその 相手を行動させるために今動くべき理由をちゃんと明示する。で、それをちゃんと相手に伝わるような文章にする。あとは今動くべき理由を自分で作るっていうのが大事なんですよ。 例えば、えーと、人数を限定するとかですね、それはライティングではなく、仕組みをどう作っていくかって話なので、この読まない、信じない、動かないっていうところを乗り越えていくためには、ライティングの仕組み、スキルと、あとは自分で情報を作っていくこと、で最後にその仕組みを整えることって、この3つ,も必要な3つが必要になってくるので、ぜひメールで営業する際は意識いただきたいなというところでございます。とにかく読まない、信じない、動かない、この3つの壁がありますので、でそれを乗り越えられる、乗り越えていくんだっていうことを忘れずに、えー、文章を書いていただきたいなと思っております。はいといととうことで 今日はメール、営業で知っておくべき三大原則、三つの壁ですね、お伝えさせていただきました。えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなという方は、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。